わっさっやピンマルです。そしてはいどうもアチピです。はい、ということで今日もですねアチピさんを呼んだんですけども、またランキングの動画になります。はい、はい、来ましたね。まあ、この前スターパワーのね、あの最強ランキングを出したと思うんですけども、やっぱコメントでもねガジェットの方もよろしくお願いしますっていう感じの声があったのでやっていきたいと思います。まあ、ガジェットの方が結構あのスタパよりもこっちの方が強いとかがあの区別しやすいんじゃないかなって個人的にはうん思うんで、アチピさんにトップ10また発表していただきたいと思います。はい、はい、ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。レッツゴー。はい、ということでじゃあまず第10位からよろしくお願いします。第10位はじゃん、お、はい、来ました、タラです。タラの彼方の使者っていう、彼方の使者、はい、自分の周りに弱い影を3体出現させ敵を攻撃する、影は6秒経つと消える。はい、こちらこのガジェット出た当初から強いですね、確か。そうだね、でも1回修正来てちょっと体力が800になったのかな、1000から800、うん、下がった下がった。そう、それでストゥーの攻撃、ストゥーのワンリロードで2個影消えちゃうんですよね。あー、はい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 、はい、そう、それになってちょっと弱くはなったんですけど、うん、まあまだ強いと、バリバリいけるね。まあ、タラ自体も強いしね。強いです、うん、このガジェット使えばもうこれを糧にして全ゴリゴリ前に行けるんで、ね、めちゃくちゃ強いかなと思ってます。はいはい、前線上げとかね結構いろんなとこで使えるよね。強奪とかも使えちゃうし。そうなんです、使い方次第なんですけど、うん、まあちょっとこれの弱い点としては、まあサンディとか、うん、エムズとかなんかそこら辺にはちょっと弱いかなとは思うんですけど、まあそれ以外には、そうだね、言うてなんかその盾にはできないけど、うん、結局エムズとかにもリロードを吐かせるからね。そうですね、なんだかんだ強いっていうのがありますね。まあまあまあ、そうです、はい、っていう感じで、第10位結構使いやすいかなと、はい、まあおすすめということで、はい、はい、じゃあ10位はタラの、彼方の使者でした。イエス。第9位よろしくお願いします。はい、第9位はじゃん、お、レオン。レオン来ました。レオンのロリポップドロップの方ですね。いやー強いよね、こっちも強いです、強いです、強いです。ちょっと効果言います。味方が透明になるエリアを作り出す、キャンディーの HP は時間とともにゆっくりと減少する。はい、こちら強いですね。じゃあちょっと強さの理由を、まあ、はい強さの理由としては、このガジェット置くじゃないですか、消えるじゃないですか、味方も、うん、味方も消せるのがまず強くて、うん、そう、一番個人的に強いなと思うのは、うん、ガジェット置くじゃないですか、そしたら相手目線分かんないんですよ、マジでどこにいるか。そうだね、割と範囲広いしね。めっちゃ、そう、めっちゃリロード吐かせれるんですよね、それで。はい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 、でそこで隙を作ってから横から刺したりとか、隙作って弾よけて近距離も持ち込むっていうのができるのが強みですかね、これの。索敵するのもちょっとあの怖いよね、リロードちゃんと管理してないと。いや、怖いです、怖いです、うん、まあ競技シーンでもまあちょくちょく結構使われますね、あの賞金稼ぎのね。そうそう、賞金とか、まあサッカーでも最近割と使われたりするんですけど。ああ、そうなんだ、楽しみ、試合とか見んの。はい、ということで第9位、まあ普通にやっぱガジェットとして強いということで、9位レオンのロリポップドロップでした。はい、はい、まあここまでは確かになって思う、みんな普通に、うんうんうん、ここまではというかここからもね、うん、はい、じゃあ次、第8位お願いします。8位はブルブル、お、バイロン。バイロンのカンフル剤の方です。カンフル剤の方、これか、カンフル、はい、薬剤を自分に注入して、はい、3秒にわたって HP を毎秒800回復するガジェットですね。そうです、はい、じゃあこちらちょっと説明よろしくお願いします。まあやっぱ回復が強いっていうのはあるんですけど、はい、なんといってもこの3秒間で毎秒800っていうのが強いですね、うん、回復しすぎっていうか。そうだね、普通に考えたら 3×800 だもんね。そう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 、このバイロンの元の HP がレベル11で、うん、3480なんですけど、3000、もう結構もう、はい、もうほぼ全回復レベルで回復するんですよね、はい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 、そんなめっちゃギリギリでこれ使わない限りもうほぼ全回復しちゃうんで、うんうんうん、強いかなって思いますね。しかもこれ使いながら前に出たりとかしたら、うんうん、ちょっと被弾してもまた回復するんで、3秒間だったらこうミッドとしての安定感が違うかなと思います、うんうん、こっちのガジェット使っとくと、ね、なんか回復に長けすぎてるよね、なんか。そう、
回復系最強です。はい、カンフル剤ということで第8位が、バイロンのカンフル剤でした。はい、はい、次第7位ですね。よろしくお願いします。はい、第7位は、はいはい、お、ストゥー。第7位ストゥーです。ストゥーのブレイクスルーですね。はい、第7位ブレイクスルーです。来ました。はい、まあ強いよね。ちょっと後悔見ます。次の必殺技で障害物を突き破ることができる。前方に飛び散った破片が敵に命中すると、1つにつき200ダメージを与えると。はいはい、じゃあこちらのちょっと説明も。まあこれ、まあ壁壊せるのまあ強いんですけど、うん、まあこのついでにダメージも与えれるのが結構ポイントだと思ってますね。個人的に。なるほどね。意外とダメージ入ったりするんですよね、相手壁越しの近くにいたら。敵がいた方がなんかちょっと美味しいみたいなね、うんうんうん、感じでは確かにあるけど、結構使いやすくはあるかなと思います。味方が壁壊してほしいとことか結構壊せるし、うんうん、狙いやすいというか自分でとつりに行くからね。うんうんうん、もう自分からなんか打開しやすいんですよね、このガジェットは。自分で、はい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 、打開しやすいとは。そう、おそらめっちゃ前線押されてる時あるじゃないですか。はい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 、固められてても、うん、ちょっときついなと思ってもこのガジェットで、あーなるほどね、打ち返すことができるんですよね。その一人狙ったりとかして、はい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 、その相手が甘えてるとか甘えてる敵とか、確かにね、相性いいなって思うとこ とこに壁裏からドン、うん、ゴンでもゴリゴリいったら1枚落としてここから崩すみたいな、はいはい、崩しやすいんですよね。このガジェット結構リアルだよね。壁壊したらその壁の破片当たったらダメージ入るよみたいな。妙にこれだけリアルなの。なんかこう、うん、確かにこれ強いよね。使いやすいしね、本当に使いやすいです。はい、あの発動条件も結構簡単ということで、まあ、ストゥーやっぱ無課金で手に入れられるからね、それもやっぱキャラも強いんで、ぜひともこれは本当ゲットしてほしいですね。はいはい、じゃあ次、第6位かな。はい、第6位いきます。はい、第6位、まさかのじゃん、はい、ストゥーです。まさかのストゥーです。 ってことはこっちか、スピードゾーンの方ね。はい、おっとですね、すごいね、はい、1キャラ2もう入っちゃってるっていう。はいはい、じゃあこちら効果読みます。スピードゾーンの、ブースターを設置して効果範囲内にいる味方と、自身の移動速度を加速させると。はい、まあこれ結構ヤクさんの動画ずっと言ってる気がするんですけど。言ってるね。ジャンプしたやつ。このレオンとかだと HP 減るじゃないですか、うん、タレと。ガジェットのね。こいつだと、こいつだけ減らないんですよね。ちょっとおかしいよね。何が違うんだろうって毎回言ってる気がするんですけど、まあそこは他のレオンとかと違って強いから、まあ上位って感じもあるんですけど、うん、スピード速くなる系も強いんですよね、やっぱり。まあブロスターはやっぱ足速いと避けれちゃうからね。そう、うん、範囲も広いし、これそうです、範囲めっちゃ広いです、まして、うん、確かにね、グロムとかレオンはガジェットすぐなくなるけど、こいつずっとあるからね。そう、うん、確かにマジです。まあさっきのブレイクスルーよりこっちの方がもう置くだけでいいんでね、これは。まあそうだね、狙うとかないからね。そう、もう置くだ、壁裏に置いたりするだけで味方も使いやすいっていう、うん、はい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 、味方も有効活用しやすいんで、はいはいはい、確かに範囲広いんで、もしこのガジェットが HP どんどん減ってくってなったら、このもう一個のガジェットよりは下。いや、そうでもない。どうすかね、それだけやったらあんま変わらん気しますね、正直。ああ、もう普通にじゃあガジェットの効果として普通に強いけど、うん、壊れないからなお強いみたいなね。うん、そうです、そうです。はいはい、なるほど。という感じで、第6位はまさかの、ストゥーのスピードゾーンということで2つランクインしました。はいはい、次ですね、第5位、こっから上位ですね。第5位はじゃん、おっ、パーム珍しいですね。結構入ってくるんですね、こいつランキング系で。結構珍しく入りますね、パムのガジェットの。これです、ガラクタ吸収器、ね、はい、こちら、次の通常攻撃が命中すると弾丸一発ごとに敵キャラクターの最大相談数の 25% を減少させ、そのうち 50% を自分にチャージする。なるほど、うん、まあ、リロード系ですね。強いです、まして、これは確かに強いね。マジで強いと思います、これ。まあ強みとしては、はい、もうモーティスとかダリルとかなんかタンク系とつってくる系にまずめっちゃ強いんですよね。確かにね。そう、ファングに対してもこれめちゃくちゃ強いんですよ。はい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 。ファング突っ
ってきてもこのガジェットでリロードさえ吸っちゃえばもう次ファングやりきれないんですよ。ファムのことをリロード吸っちゃえばマジでやりきれないんですよ。なんかカウンターみたいだよねこれ。そうですそうですそうです。とつってきて絶対やられるところにファムのガジェットを使われたら確かにあのなんだろうな 25% 減少させるのこの 25% がだいぶないよね。いやマジででかいっす、うん、こいつあとこの強みまだ強みあるんですけど、はいはいはい、これ腐らないんですよねこのガジェットって。どういう敵が来てもあー確かに確かになるほどね。そうタラのガジェットとかって腐ったりするじゃないですかたまに敵が範囲攻撃系ばっかり。あサンディとかだとね。そう確かに。でもこのガジェットはマジで誰が来ても腐らないんですよどういう相手が来ても。当てればって感じだよね。そうです。はいはいはい確かに。でも基本結構当てやすいじゃないですかパンって。うん攻撃当てやすい。だからマジで腐らないからめっちゃ強いですね。やられると分かるよね多分自分で使っててまあ分かるっちゃ分かるけどあの多分初めて使う人って分かんないんだよ結構、うん、でやられるとねあのマジでねあの分かる。あやべ切れねえこれみたいなモーティス使ってる時とかええー、みたいな。マジでパム来たらモーティスきついです。普通にめっちゃきつい。だから前さそのパワリの環境とかエメハンパムみたいな。そうそうそうパム強いんですよ ね、うん、やられダリルとかモーティスがめっちゃ多かった時ファングとかね。そう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 アチャピがこれ言ってたんですけどミッドのパムめっちゃ強いみたいな。そう別に今もそんな弱くはないんですけど今はあれなのパムじゃなくて何なの今エミハンのあのゴツゴツとか、まあ、バイオンとかマックスとかまあマックスにちょっと渋いんですよね多分パム。あまあマックスはリロードの、ね、避けられるとかもあるしね。避けられるんであいつ足速いんで。ああなるほどねガジェット当たんないとでもわかんですか。そうそうそうなるほど。ちょっとパムで喋りすぎたけどはいまあ、とりあえずね第5位パムのガラクタ吸収ということで確かに俺もこれ結構使えます、はい、ぜひ使ってください。めっちゃおすすめですこれ。はいよろしくお願いします。ということでおすすめです第5位パムのガラクタ吸収でした。はいじゃあ次第4位お願いします。はい第4位はめっちゃ探してる。サンディね。はい、サンディ。サンディの甘い夢ですね。なるほど。まあ、強いね。確かに。もう一つのガジェット、マジこれ、あったんってレベルですけど。あの、ワホッチがね、大会でこっちにしちゃっててね、あれ、先般だったよね、マジで。それぐらいこっち弱いっていうね。はい、効果、お願いします。はい、次の通常攻撃で敵を1秒間眠りに落とす。ただし、敵はダメージを受けると目を覚ますという感じですね。はい。はい、じゃあちょっと説明お願いします。まあ、昔多分 1.5 秒とかだったんですね、確か。長かったね、確かに。そう、長かった。でも、下方されて、1秒になったけど強すぎますね。うん、まずその強い点としてサッカーの確定シュートができるっていうのがめちゃくちゃ強い。あとはそのやろななんかミッドとかエメハンとかだとミッドとかなんか他甘えたらマジこのガジェットするだけでみんなで一斉効果できるんですよね集中砲火してうんうんなるほどね確かに。そう固めるのめっちゃ強いんですよねマジで。スタン系も強いしブロスター固めてすぐ打たないでね固めてちょっとリロードそうそうそう回復するんですよ。回復するっていうのもできるからね結構強いよね。うんサンディ強いっすね。なんかあの攻撃速度めっちゃ速いじゃんこいつ。はいで割と火力もあるからあの本当にさっきアチャペが言ってたようにエメハンで甘えたらマジで全員死ぬんだよね貫通だし、うん、うんうんうん強いね確かにこいつ強いですマジでめっちゃ強いです。甘い夢サンディ自体が強いっていうのはあるけどこのガジェットもめっちゃ相性いいですね。うんいやー確かにね最初出る前このダメージを受けたら目を覚ますあーちょっとどうなんだろうみたいな感じだったけど、ねうんうん、出た瞬間ゴリ強えみたいないやマジ強い感じでサッカーでマジ猛威振るいすぎてこれがうん、まあ、そうだよねサッカーでのサンディがそもそも強いからね。そうウルト強いっていうのはあるんですけどガジェットも強い何でも強いんですよサンディ弱いとこが特に確かにそうまあ、体力とかそんぐらいにはね。そうですね安定ですね安定で安定に強い確かに。はいということでじゃあサンディ持ってない方はマジで手に入れた方がいいと思います。はいサンディ、第4位ですねサンディの甘い夢でした。はいじゃあこっからは 3-2-1 ということでもう超上位ですね。上位です。はいじゃあ第3位お願いします。第3位はブルーはい来ましたおマックスマックスの、もちろんギアチェンジャーですね。マックスどこだ俺やばいマックスマックス下らへんっす下らへん上だわ
上だったわ。はい、マックスのギアチェンジャーこっちですね、はい、効果、前にダッシュする。ダッシュしてる間は敵から受けるダメージが全て無効になる。はいはい、来ました。はい、まずこれなんか多分運営が仕組んでるかわかんないですけど、ヤプさん大好きなシェリーと、いや本当だね、シェリーのあるじゃないですか、ガジェットね、全速前進ってやつ、うん、なんかやばすぎません、この違い。ヒットされなんだろうね、なんならマジでシェリーにつけてあげた方がいいよねっていう。そう、シェリーのやつは無敵なんないんですよ。なんないね。そう、ガジェット使ってる間でもマックスは謎に無敵になるんで、格差ですね、これこそ。もうここで多分レア度、ね、レア度違うからしょうがなくねみたいな。よくないっすね、マジで。マジよくない、確かに。そう。あと、まあ、なんていうんですかね、この、ウルトとの相性もいいし、このガジェットを使って、うん、もうガントツ、例えば投げとかにめっちゃ強くなるんですよ、このガジェットで。はい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 、とか相手にエリザベス来た時にこのガジェットをタイミングよく使えばリロード吸ってもうゴリ押すとか、うんうんうん、なんかいろんな使い道あるよね。そう、無敵化がめっちゃ強いかなと思います。前に行くのも強いけど、うん、なんかよく大会とかで見るのがナーニのウルトとティックのウルトをこのガジェットで受けに行ったりとかね。あ、そうそうそう、めっちゃ強いです。それウルトもだってたまんないでしょ、これ当たっても。うん、たまんないです、たまんないです。それ強いよね、本当に。そうです、賞金流れ星とかナーニに対してめっちゃ強かったりとか、うん、ティックの頭とかね、マジなんか本当に来たらこれやるっていうのをちょっとね頭に入れといてみたいな、うん、サッカーとかでもドリブルできたりとか。しかもさ、これさ、あれだよね、サッカーさ、蹴ってすぐガジェット使ったら取れるよね、ボールね。取れます、取れます。そこも強いんだよね、俺的には。強いです、強いです、ね。まあむずいんですけど、ちょっと練習必要だと思うんですけど。モーティスのドリブルみたいな感じか。うん、そうです、そうです。はい、第3位はマックスのギアチェンジャーでしたと。はい、さあ次第2位ですね。来ました、第2位はブルッじゃん、はい、お、ファング来ました。ファング、まあ入ってきますよね。回し蹴りの方ですね、スタンの方ですね。はい、回転して周囲にいる敵全員に蹴り散らす。命中した敵は1秒間気絶して動けなくなると。強いです。まあ言ったらいつも言ってるように相性はいいよね、ファングと。そう、まあこれランキングつけるのちょっと難しかったんですけど、マシリ自体は。はい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 、まあでもまあめちゃくちゃ強いし、まあ2位ぐらい来るんかなっていう。まあ、普通に強いガジェットとしてはまあわかんない、なんかその普通に強いけどどのランキングに入るかわかんないけど、ファングと組み合わせたらマジで強いからみたいな。マジ強いです、このマシキ。まあこれ単体だけ、まあ例えばこれ買おうっていうか、なんかちょっと違くて一体だけとかなるじゃないですか、この周りじゃなくて敵全員じゃなくて目の前のやつとかね、そうだけになってもまあ強いのかなとは思います。けど今は周囲にいる敵全員なんでね、近く敵固まってたらもう激アツですよ。なんかウルトでよく見るのがね、ウルトでとつって2人回し蹴りしてっていうのをよく見るよね。もう無双、モーティスマジ何もできないからね。いやマジそうです。あと強奪とかだと、うん、コレットとつってくるじゃないですか、回し蹴りしたら止まるんですよ、これ。あ、途中で。はい、おもろそうなんだよ。面白いね。結構強いね、本当に。ちょっと少しだけやっぱ弱点としては、ちっちゃいよね、ちょっと。ああ、ちっちゃいですね。たまに結構スカってやりますね。うん。空振るときは結構あるし、うん、空振ってもなんかその、見てないとなんかその、使ったかどうかもわかんないよね、うん。うん、別にこれ空振ったからってそんな先般じゃないですよね、別に。ファング自体がね。うん、強いからっていうのはあるけど、うん、はい、ということで、まあ普通に強い。もうなんか説明ないよね、あんま。そうです、説明これすることないですよね、マジで。うん、ただただ強いみたいな効果がっていう感じで、はい、第2位の、ガジェットは、ファングの回し蹴りでした。はい、はい、さあということでラスト第1位いくんですけども、もう1位はこれでしょっていう感じですかね。もう、はい、みんな納得してくれるかなと思います。はい、お願いします。第1位はブルじゃん、来ました、来ました、クロー。みんな多分、イブはって言う人はいるよね。みんなイブかなって思ってたから、うん、イブだとは思うけど、ガジェット的にこいつはマジで強いね。ガジェットの強さは別にそんなかなっていう、スローダウンポイント。はい、
使用時に毒状態の敵全員の動きが5秒間遅くなるということで、これもねちょっと言わせて俺に、はい、あのシェリーとジェッパ、これもちょっと格差ついてて、はい、あのシェリーってウルト貯めてウルトを当てないと発動しないんよ、うん、確かに。 しかも多分短いよねあれって、多分クローより短かったですね。なんか 4点とか、なんかちょっと確認します。シェリーのこれですね、 4.5 秒、そうですね、 0.5 秒大事ってこの前の動画で言ったと思うんですけど大事です、はい、なのにこっちは毒の通常攻撃当ててガジェット使うだけで全員スローダウン5秒なの。そうなんです、好きなタイミングで押せるんで。そうガジェット、これやっぱちょっとシェリー格差がねって感じで、はい、じゃあちょっと使い道というか、もうめっちゃ強いところを説明してください。はい、もう結構やってたんで言ったんですけどはい、スローの時間長いっていうのもあるし、はい、基本的にまあ1対1通常攻撃当てて使ってもいいんですけど、うん、まあ、基本2体とかで2体以上クローの毒当てたらもう即使うって感じが結構おすすめですね、うん、なんか1体だけ当ててガジェット使うのちょっと渋るもんね、なんだかそう1体だけやるんだったら、例えばエメラルドハントのミッドとか、ミッドに攻撃当てた時に使うとかですかね、うん、いや確かにマジ強いよこれ、本当にマジで強いです、ガチ強い、使ってて思う、ガチで遅くなるんですよね、もう動きもう何の弾も避けられないんですよこれ。あのね、相手オートエイムするだけ当たるんで、まあ、B のウルトみたいな感じでしょ、うん、そうです、ガチ強い、本当に強いのよマジどこでも強いです、マジで。しかもさ、あとなんかちょっと強さを言うと、このなんかガジェット使った後に黒足速いから攻撃当たんないのよだから避けれないし当たらないのよ。そうなんですね、それがね俺マジで強いなと思ってて、やりきれちゃうもんね、だって、うん、このウルトとの相性もいいんですよね黒。いやー見えてるしね、草の中で。そう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 、いやウルト飛ぶじゃないですか黒って。あ、飛んだ後もなんかファーって広がるじゃないですか、うん、通常攻撃、それでそれ当たってもガジェット使えるんでね、なんかよくやる人いるよね、サッカーの最後のシーンとかで、まあ、飛んで戻ってくる時もそうなんだけど、飛んで着地した時バーって出るじゃん。そうです、そうです、あれで、相手全員スローにしてその間にシュートするっていうのが結構たまに見るというか、うん、もう戻ってくる時もね、もちろん毒にできるからね、うん、ウルトも強いね、そう考えたら。マジでいや黒強え。そうです、はい、マジでそのこのクロウが現環境強い理由としてはマジでガジェットやと思ってます。うんうんうん、まあクロウ自体の性能、持続ダメージが毒で与えれるんで、それもあるんですけど、このガジェットのおかげでここまで強いのかなっていう。はい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 、ガジェットだけでほぼ生きてるって感じですかねクロウは。なるほどね、もう過言ではないみたいな。はいはいはい、いやークロウ確かにね面白いね、なんかマジでまさかの1位クローということで、ここでレジェンド来ましたみたいなね、みんなちょっと良かったんじゃない、一応レアがレア度が高いやつが1位でやっとって感じですね。はい、まあ本当説明した通り1位は、クローのスローダウンポイズンでしたと、うん、結構個人的に圧倒的1位かなと思います。うん、な俺とこれもね、なんかちょっと1位はこれだよねっていうのをもう、うん、同意見というか、うん、みんな言うよね多分、うん、絶対1位ですね、うん、相当強いと思います。はい、まあ一応10位まで発表したんですけど、一応やっぱね他にもすごい強いやつがあって、ただその、まあ、1位だけ圧倒的に強くて、うん、他はやっぱ強いやつまだね、リコとかね、うん、リコとかもまあいろいろあるよね。あります、うん、なんだけど黒はマジでちょっとダントツ1位っていうのだけ皆さん把握しといてくださいはいはい、まあ下方 4.5 秒になっても強いよね、全然変わんない、全然強いよね。はい、まあ発動条件がいいっていうのがねやっぱ一番かなっていうのが、うん、思います。ということで一応ちょっとおさらいしますと、10位タラの、カナタの使者、9位がレオンのロリポップドロップ、8位がバイロンのカンフル剤、7位がストゥーのブレイクスルー、6位がストゥーのスピードゾーンで、5位が、パムのガラクタ吸収で、4位がサンディの甘い夢、3位がマックスギアチェンジャー、2位がファング回し蹴り、1位がクロウのスローダウンポイズンでした。よいしょ。
はい、ということで、まあガジェットはワンチャン3つ目のガジェットとかも出てくる可能性も今後あると思うんですけど、まあ そこでねどうなるか、環境がね、うん、やっぱ俺やっぱちょシェリー強くなってほしいな改めて思うけど、うん、どのガジェットもなんか下方というかその何介護感っていうの、うんうんうん、って感じだから、ちょっと上げてほしいね、せめて。そうですね、ちょっと上げてもちょっと上げてほしい。はい、ということで、今日はそんな感じでガジェットの最強ガジェットランキングでした、はい、ということで、紹介してくれたチャップさんのチャンネルリンク下の概要欄に貼っておくんで、ぜひとも見てください。お願いしますということで、やっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さん、それでボドバイ。